皆さんどうもどうもよろしくお笑いしてるのが TK です。ではね、今日もニューミンのゴルフデイ24やっていきましょう。多分24 記憶にないからわからんけど、うん、まあ今回はね、両子戦っていきましょう。ワンクソキスなんよね、これ嫌いやなんよ、俺一番嫌いなんよ。スコアで見てよっていう、スコアで見てよっていう感じやねんね、俺ほんま苦手、ほんまこれは苦手やねん。スタート前からね、確かね、そのストロークでこれでランク1からランク6までやって、それでやってたらポイント即決だけね、うまくいかないんですよね、俺。何回したことか。間のね、ポイント即決のバーサスで、やったら、うまくいかないっていうね、ほんと俺。これほんまに苦手意識芽生えてもってさ、危うくちょっと、ほんまに、ミンゴルやめようかなって思ってしまった、ね、ことはあったんですよ。マジか、俺どんだけしたらうまくいくんやっていう。10番これね、パー4だ。相手がね、チップイン出すからね、うまくいかないんですよね。あれこれグリーンカントリークラブじゃね、マジであー、キノクテン言うな。まあそういうね、まあことありましたけど、あーこれ買ったかな、いや買ってないな、これ次入るやろ、相手の方がポイント高いな、うん、うわ負けた、この時で負け確定してるわ。ナイスショット。だってさ、これ相手さ、パワー296やろ、俺312なわけよ。それで入る感じの、これ絶対入るからさ、相手な、なんとこれチップインで127やろ、なんとイーグルでフィニッシュ。ちょっとどうしよう、勝たれへん、これほんまに勝たれへんねえな、いつもさ、入る前提やけどな、俺ほんまこれ勝たれへんねえな、俺頼むよ、ほんま。ナイスショット。なるほど。あ、終わった。マジか。あ、終わった。うわマジか。俺、ほんま、11番ホール。パーフォー。いや、違う。こういうの、そっちが苦手なんだろうな。ほんとなんだろうな。出ないのな。ほんまに好きだわ。他のスコアとかでは負けへんのに、さ、誰も。この中では。出番だ。オープンコース回ったら負けるけど、さすがにちょっとな、これ嫌いやな、ほんまだから、なんでうまくいかへんやろな、ほんとにそこへんやな、なんでやろ、多分じゃないよ、確定なんやけど、相手よりね先にねボールいってるから、それで入ったとしても負けんやろね。どうわガチャいくやろ、両子に、ま、負けすぎてやばい。どうした？確かに何回かやってるんですよ、裏でもね、両子ね、それで負けて今に至ってるんでね、そう落とすよこれ、やばいわ、どうしよう、まあ勝たれへん、こいつの戦勝たれへんわ、戦じゃないか。どうした？で、ガチャって入るやろ、で、それで負けんだな、距離やからな、これな、ほらな、やばい。これ勝たれへん、ほんま、やばい、挽回させてと、これ次やるわ、どうせ道これで負けると思うから、次ね、ちょっとオープンコースは回らんけど、あーこれ入ったな、なんとほらな、これ苦手やねホールインワンとか。なんと、俺一番苦手なホールインワンやな、うん、言っとくけど、たまに入るときはね、大体肌つつみ、すげえな、やるじゃん、うわ、うぜえ、観客うぜえ、
こっちの味方ちゃうんかよ。ほんま嫌やわ。よいしょ、頼む、入ってくれ、入ってくれんとこ、俺負けた。なるほど。あ、負けた、負けた、これ、あ、終わった。ダメだ、うわぁ、ヨーコにコールドゲームで負けたわ。他のキャラには勝つのに、いや、ポイント速記が悪いな。ポイント速記でうまくいった試しないんだよ、僕は。前から昔って言ったらおかしいな。昔って言いかけた、うん、ブロスカッター消費しただけじゃないか、ないか。助けてくれ、誰か誰かを救いよ。やばい、これは、これはやばい。まだ撮ってから5分しか経ってないもんな。ふと見て、時計見たけどさ、5分ぐらいしか経ってないわけよ。ちょっと挽回させてくれ、何かね。どうしよう、どうしよう。ヨーコと戦ってみた結果、負けましたね。ようやく勝てたよ、てか。またね。どうせまたポイント取りってもんな。俺逃げる苦手なんよ、俺、ほんまに。やばい、この苦手意識がやばい。どっちかやっていこうかな。なら、まあすぐ終われそうなところでやっていきましょう。バンカーか。まあいけるんじゃね。いざ、まあ、すぐに終われそうやからね。さあ、行こう。これでちょっと、うん、気分晴らしたい。気分晴らしたい。トルネードやし。同じトルネードやったんでね。うん、さっきと。気分晴らさせてから終わりたい。しかも5分しか経てないから、尺的にもちょっと短すぎるっていう。ほんとそれ。ちょっとすまんね。これやってから終わるわ。今回はね。両方と戦ってみた結果、負けました。はい、すいませんでした。ポイント凍結の、ダメだね。俺ね。うん。感じた。戦ってみてつくづく感じたわ。やばすぎる。本当に俺のね、腕が、してるね、ちょっとね、何日か やらなかったんですよ、うん、それ理由にしたらあかんけどね、うん、中盤ホール負けるときは負けるんでね、俺の場合ね、絶対そうなるんよね、俺の場合はね。よいしょ、まあこれで気分晴らして終わらそう。負けたまんまは嫌やからね。ここやろ。あ、ミスった。あ、終わった。あ、終わってはないか。そうか。あ、終わってるわ。あ、何に立つ。あ、こいつは。まあ、いけるか。トルネードだしな。なんかな。ナイスカード。トルネードついてるな。でもカップから。ナイスボディ。カップ周辺だけやからな。トルネードあるの。パーファイブ。そこに行かんと入らんわけよ。本当それ嫌よな。あ、ミスった。飛んじゃえ。飛んじゃえ。うん。俺の記憶も飛んじゃえ。いや、あかんあかんあかん。言ってしまいたいわ。これ入ったら神やんな。いや、神ではないか。グッドショット。当てる前か。うん、当たり前か。言ってしまった。当たり前か。いや、惜しい。いや、ちょ、あ、名前やん。レベルアップ。アイアンっていうの忘れとった。狙うはイーグル。使ってもた。あ、やってもた。あれ、バトルス出てたのに。イーグルでフィニッシュ。まあ、トルネードやったらね、あれ、バトルスとかも出やすいから。12番ホール、パースリースタート。パースリーか。パースリーか、危ねえ。これね、苦手やねんよね、俺はいつも。俺もだけは苦手やねんよ。入ったら神やねん、これの中で。うん。あー、ミスったな、これな、やっぱな。世界の果てまで。まあ、一石九とは言いたいけど、あれなんやろ、どうせ。やっぱな。やっぱな。ドヤ顔で言うことちゃうから。おぉ、おぉ、なんか入ったわ。ありがとう。さっきやるすぎだったのな。危ね、トルネードに救われた。
13番ホール。まあこれでうまくいかんやつはな、相当の初心者やわ。マジでそれはもういけるか、これでいくか。わっと、いけいけ、いったねー。嫌な予感がするけども、お、こつ、あ、当たった、助かる。そのまま入ったねーって思って、だいぶ離れとったわ。だいぶ離れとったわ。登りだ、これ変かな。あ、登り、あ、登りやった、マジで。ちょっと三角で出したわ、さすがに。ナイスイーグル、ナイスイーグル、ナイーグル。14番ホール。ナイーグルね、ほんまね。あ、こ、あ、ここやつか。ミスった。配置ミスった。配置ミスった、すまん。ちょっと配置ミスったな。あは、あは、あ、これ終わった。これ終わった。うん、どうなるか分かった。ね。バンカーに気をつけ。泣きたいわ。泣きたいわ、もう。もう泣かせてほしいわ。なんかそこでチュンチュンチュン言いそうな予感はするけど。世界の果てまで。頼む、うまくいってくれ。うわ、え、何、どうした、いきなりなんか変だったと、一瞬。まあそういうもんか。フォーパーね、知ってる。さっきバンカーでプラス1やったもんな、バンカー入ってもらったもんな。オープナー、おい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 、これで入らんことあるからな、そんな。それがちょっと、な、焦るっていう感じやねんな。15番ホール。マジか。これきついな。これ終わったら終わるわ、もうな。うん。それな。ナイスショット。今普通にやっていく。くれたらありがたい。入らんでな。危な、危な、危うくミスってバンカー行くとこやったら、おお、ダメだ。おお、ナイスバーディ。スピン効いてないけど上がったな。緊張のそのも、まあ自信に入ってるかも。パー4。ああ、そこね、一生かやっても。よし、これでまあナイスショット、スキップをいっぱいしていって気分よく終わろう。気分悪く終わっても、終わってもないいんやけど、あとさ、なんか気分が憂鬱になってる感じで終わるのは嫌やから、やっぱな、いいんだ、いいとこ行ったんじゃないこれ。よし、いや、いいとこ言わなかった。うわー、いや、行き過ぎた。もったいよ、パーティー決めてくれ。なんでいつもこうなんやるな、トルネードやのに。ダメだな。バーディーゲット。バーディーか。いや、狙いすぎるのが当たりやろな。狙いすぎるのせいで外れてんやろな。うまいこと。うまいことな。ここな、ここな。うん、今どこか理解した。よいしょ、そこ。どうだ、ナイスショット。あれ、嫌な予感が。コンって、あ、え、キックしたで。キックしたで。うわ、やっぱ嫌なとこだわ。で、あ、いいとこには行った。いいとこには行ってくれたわ。よいしょ、いけたー、よかったー、怖い。お見事、かっこいい。かっこいい。でもなんか、うと。なんか、もうなんかちょっと惚れられた。一瞬そう思ってもたわ。よし、まあこれで入って、おお、ね、知ってた。おお、ナイスイーグル。なんかでプラス1だっていうのちょっと忘れとったな。14ホールな。ナイスイーグル。18番ホール。これバンカー行ったかな、怖いな。これちょっと怖いな。嫌な予感するから、こうしていくわ。いや、そうやったら余計あかんか。
いろいろ試行錯誤してしまうわ。お見事。どうだ。おお。頼む。おお、ブレーセーフ。ナイスキック。うわ、いいとこ行くやないか。これ入ってた可能性あるの。イーグルいけるか。もうちょいいい感じになっとったら。よし、終わった。イーグルでフィニッシュ。まあ、まあ、上等手段っすよ。上等手段っすよ。しようって作業言われへんやつか。まあ普通に優勝しましたけど、まあ有名ですよね、これね。まあ今回ね、まあ普通に俺かな。気分も良さそうし、さっきね、ちょっとお見事勉強できてよかったわ。自分の成功ステータスも更新できたし、宝石5個、うわっ、やばやばね、宝石5個とかやばね。これからずっと5個来てほしいわ。それやったら結構めっちゃいい感じにたまるから、上げ放題ね。まあ今回はまあここで終わりましょう。喉もちょっとおかしくなってきたし、まあ今回はね、まあここで終わりましょうなら。ではご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。アデューアディアス、グッバイさらば。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、 Twitter のフォローお願いします。他にも、ゲームタイトル五巡縛り、Twitter の方では、様々なことを企画として立ち上げてやっておりますので、フォローお願いします。あと、概要欄のところに、アーから O までのパート1の動画を集めた再生リストの URL と、ゲームタイトル五巡縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。